踊る女芸人金太郎。モノマネするのは今や大人気のママタレとなった小倉優子。今回もルール無用の金太郎ワールド炸裂。1969年、人類が初めて月に降り立った。それは人類にとって大きな飛躍だった。あれから50年、実は宇宙の歴史を語る上で欠かせない出来事がちょうど10年前に起きていた。リンゴの形をしたコリン星が2009年に爆発。星の消滅に伴い、コリン星人も絶滅したと思われていた。だが、奴は生きていた。コリン星から来た、オグロユコリンクのポーン。今は、お料理上手で、いい感じでママドレやってるけど、10年前までは、ウレシリンコで、ポッポカポーン。男の子は女の子のこといつも追いかけてる。一日中女の子のことばかり考えてる。だけど男の子はやっぱり少し分かれてる。女の子の気持ちなんてほらわからないみたい。はい、次のです。似てるって本当言われるの？斉藤さん、めちゃくちゃ言われて。いや、自称やん。自称って言われて言われます。言われる、はい、もう何年も前から、ね、あのジャンポケが出てきてから、斉藤さんとちょっと太りましたけど、あの似てるって言われ続けて、で最初に会った時も感動してね、弟兄貴って言ってる。兄貴って言ってる。じゃあ嬉しい嬉しい。じゃあそっからだいぶ太ってもうたんや。ほんなそうなんですよ。結構深夜にお菓子食べるようになっちゃってる。我慢しなさい、我慢しなさい。ごめんなさい。なんか歌も聴きたかったなと思って。ねえ、確かに。本当ですか？まあ、結構でもコントとしては大作やったよね。でちゃんとつるの君が突っ込むっていうね。そうなんですよ。僕たちもネタ合わせして初めて気づいたんですけど、はい、笑いどころを取るの全部つるのさんに任せてそうなんですよ。映画で突っ込むのよね。ちょうどいい感じで。大事大事。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ゆうこりんでございます。毎度ね。お願いします。いや、ちょっとね。いや、金太郎さんね。いや、もうこれ何のモノマネしてんのかとか。びっくりしたわ。番組潰す気かなと思って。ほんま。こんなんしてない。いや、こんなんしてない。どれ以来これタレントとしてはやっぱ嬉しいんや。すごく嬉しくて、マネージャーさんにこういう仕事がありますって言われて、やったって言って、やった今日来たんですよ。じゃあこのモノマネは OK なの？だって嬉しい嬉しいで。言ったことある？言ってました。じゃあしょうがない。じゃあしょうがない。じゃあしょうがない。ある日ですよね、コリン星はって言うたらね、言わへんようになって、あんまりプーとか、コリン星はって言うたら爆発しました。何やる爆発。もうめんどくさかったよ。めんどくさいでしょ。そうやね、もうキャラ設定めんどくさかったよ。これでもよかったわ。夏美さんいかがですか？はい、夏美さん。いや、斉藤くん最初出てきた時、はい、ふざけんなと思ったけど、はいはいはい、鶴野くん出てきたら、はい、いや、なんか似てんのよ。似てんだろうね。似てんすよ。何なんだろうね、気持ちが悪いね。あんたね。失礼な。何？あと、ゆうこりんがこんななんか歌ってたんだね。ねえ。よかったね。コリン星爆発してね。爆発したんですよ。よかった。はい、わかりました。はい、さあ、それでは判定の方お願いします。白のジャングルポケットさんか、それとも赤の金太郎さんか。スイッチをどうぞ。